はい、どうも、こんにちは。ハロワです。ということで、今回もモダンウォシップやっていきましょう。今回はね、あの、バトルパスのね、あの、2月のバッドパカン、えー、モガミを紹介したいと思います。はい、こちらですね。JS モガミ。えー、こちらね、あの、現在ね、あの、アートコインで販売されていて、結構ね、あの、安い船なんですよね。はい。えー、500アートコインか。 っていう感じで、まあ、特徴としては、まあ、あれ、いたって普通なんですけど、アップデでね、あの、魚雷が増えて3枠になりました。はい、なので、スピアフィッシュをね、たくさんね、あの、飛ばしていきたいなって思います。で、その他ね、なんか、自動艦砲あれ、某ホースくんがついてますけど、これもともと2枠だったかな ?1 枠だった気がするんですけど、なんか2枠になってるような、うん、まあい、いや。で、えっ、ー、と、専用防空のリムくんですね。 で、その他あれ自由に選べる防空が1話がありますということで、全体的に言うと防空は標準ぐらいですかね。ただ、この防フォース君がね、あの強くてね、あの関西系めちゃくちゃ落としてくれます。そしてね、あの、この防フォースの音がめちゃくちゃ個人的にはね、あの気に入っていてね、あの、お金の音がするんですよ。<laughs> なので、早速こいつを使ってやっていきたいと思います。 僕がちょっと心配なのでね、あの、HP チェン持ってきています。ということでやっていきましょう。はい、ということで、まず1戦目嵐ですね、やっていきましょう。このステージは本当に火力勝負っていう感じなんだよな、うわ最悪役味方にボット一人おるわ。まあ今回、グラニート積んできているので、グラニートの,あの圧倒的な火力で、あの、潰していって。 いいきたいなって思いますこれあれだな火力で負けてるなてか連敗2席いるのかうーんこれちょっと序盤策的はうんそうだね確実に入れておいた方がいいよね味方やってくれたけどということでせっかく先に策的できたのでもう早速ねあのやっちゃいたいと思いますお茶2人だありがとうということで当たるかな当たるかないいね当たってるね OK ということで、手法もね、どんどんやっていきたいと思います。最上はね、ミサイルね、あのちょっと特殊な出方をして、あの横から出てくるんですよね。これ、こんな感じで。横から出てくるパターンで、あのサイドにね、あの発射口があるので、あのよくね、あの横にね、あの障害物あの寄り添っていると、ミサイルがね、あの横に出てしまうので、 まあこんな感じで着されてしまうことがあるのでそこだけ気をつけたいですね。ただ横に出るっていうことは斜めに配置するとねあの案外ねあのうまくあれミサイルが飛んでいってくれます。ということでこういう場合はねあの横から出るのでちょっとだけ前行ってあげてねでえっ、ー、とミサイル2枠の方はね普通にねあの思いっきり隠れちゃっても横から出てくれるので全然ミサイルは撃ってくれます。 で、手法はね、あの、基本前方についているので、攻めるときは結構あれいいですね。で、魚雷ももちろんね、あの、サイドから出ます。ということで、ヤマトがなんですそんなに奥に行くのかがマジで謎なんですけど、うん、ヤマトって普通特攻するもんじゃないんですかね。<laughs> <laughs> 手法の火力を生かして特攻するのが普通なんだと思うんですけどなぜそんなにも引いているうんヤマト先にやろっかなーって思ってるけどなーあやってくれたねオッということで目の前の連敗やっていきましょうかうん最上はねあの本当にねあのマジでめちゃくちゃねあの耐える船だと思っていて。 その体力がね、標準なのにもかかわらずね、そのなぜかめちゃくちゃ耐えるんですよ。まあ理由としてはね、あの防空がね、あのめちゃくちゃね、優秀でね、あの専用防空のリムがね、本当にめちゃくちゃミサイルを消してくれるのと、あと自動艦砲でね、あの艦載機をね、たくさんやれるのでね、そこがね、非常にね、あの優秀だなって思います。 ということで相手これは頭だけ出している感じなんですけどこれ左から詰めたらどうなんだろうかただベルゴロドいるからねベルゴロド魚雷で先やりたいんですよね味方突っ込んでいるので自分もちょっと突っ込んでみましょうかね果たしてこれが正解なのかどうかが今後の鍵なんですけどさて味方もそれに合わせて突っ込み始めましたね さて、これはいいですね。ベルゴロドはベルゴロドでやってほしい。えっ、ー、と、自分とあともう一人のプレイヤーはね、あの、普通に相手の水上管をやるのがメインですね。はい、ということで、なんかベルゴロド浮き上がってるんですけど、なんでと <laughs> <laughs> いうことで、ここは慎重に進んでいきたいね。 ベルゴロドが浮き上がってくるとはちょっと予想してないんだよな。と <laughs> <laughs> いうことで、ベルゴロドやれました。オッケー。とりあえず問題は解決したので、もうこのまま特攻していきましょう。さて、ナヒモフなんですけど、ミサイルの集中砲火でなんとかいけるかな。いいですね。ダメージものすごい出ています。ということで、ナヒモフをやっちゃいましょう。おー、痛いね。 ということで味方が非常に優秀なのでね、あのこれは勝てそうですね。よかったです。さて、このまま火力でご了承していきましょう。OK、いいね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 。よし、これは勝てそうですね。はい、ありがとうございます。いいね、すごくいいダメージが出ている。ってな感じでね、あのめちゃくちゃねあの耐える船で、しかも。 一定の火力は出る。それが最上です。ということで次の試合やっていきましょう。じゃんけんぽん俺の勝ち。なんで負けたか明日まで考えておいてください。そしたら何かが見えてくるはず。ほな、やりたい。1日一回勝負。じゃあまた明日。はい、ということでやっていきましょう。二戦目は北極ということでやっていきましょう。 あの、ちなみにね、モガミはね、あの装備次第でまたね、あの面白いことができて、魚雷がね、あの3枠あるのでね、ブラックシャークを積めば魚雷6個をね、発射することができるっていう、もうえぐい船になっています。ということで早速やっていきましょう。ちなみにね、あの手法をね、あのモナークにするとね、あの、これもまたね、あの、体幹火力が強くなるのでね、あの、 防空を削って、あの、体幹火力を優先したいってなったら、あの、モナークでも全然いいと思います。僕は普段モナーク使っていますしね。まあもちろん、あの、おすすめ装備としては HPJ が、まあおすすめではあるんですけど。ということで早速、えっ、ー、と、向こうに、えっ、ー、と、ベリー機がいたのでやっていきたいと思います。ミサイル結構削れたね。ミサイル削れてくれたね、向こうのなんか。 めっちゃ、めっちゃ削れているけど、うん、気づいてるかな。<laughs> ただ、モガミはレランがないのでね、その分、魚雷はね、こういう感じで、障害物をうまく使ってね、あの、やっていかないとね、あの、うまくいかないですね。ということで、魚雷6個、発射 <laughs>。で、ちょっとこれ、相手が攻めてきているので、これはちょっと避けていきたいかなって思います。 体力がちょっと不利なのでねうんちょこちょこ顔出しながらえー、とうまくやっていきたいなって思いますよっとものすっごい突っ込んでくるなこいつ <laughs> そして何気に強いんですよねちょっと誰か味方ヘルプしてほしいなこれ まあとりあえずなんとかやれた <laughs> けど味方おお味方強いなもうやってんのか他の人まあけどなんとか相打ちまで持っていけたので良しとしましょうということで次の試合やっていきましょうはいということでやっていきましょうラストですねラストはエリエですね ということでやっていきましょう。味方、いい構成ですね。ヤマと相手、落ちたな、これ。<laughs> レベル60いるんですけど、初めて見たかも。レベル60のボットがいますわ。<laughs> ということでやっていきましょう。ちなみに自動観報は、これ、高度高すぎて見えないパターンか。はい、一応機能してはいますね。はいはいはい。うん、ハイヤ関西卿落とすの。ということで、え策、ー、的通していきましょうか。 OK, ヤマトがそこにいて、ベリーキが、えー、と右にいると、これ火力で押し潰されそうなんだよな。とりあえずヤマトを先やっとこっかな、ボットだし。 で、ベリー機が来るならちょっと避けていきたいかなっていうところ。これはできればベリー機は1対1で持っていきたいんだけどな。ベリー機ね、体感火力がめちゃくちゃあるもんでちょっと負けるんだよね、火力で。うん、当たらないね。相手スワーマー持ちか。スワーマーだったらちょっと話変わってくるかもな、これ。 うわあ、やっぱ強えな。強えな。やば。やば。やっぱ体幹火力えぐいわ。スワーマーやん、相手。珍しいな。これ、潜水艦殺すまんやん、これ。多分 <laughs> ということで、ベリー機が突っ込んできたね。これ、逃げよう。<laughs> きつい、きつい、きつい、きつい。とりあえず、魚雷6個は、えっ、ー、と、当たっているので、まあまあ、ダメージは出ますけども。 うん、きつい。<laughs> きつい。ベリー機の火力強いな。はい。ということで、いかがでしたでしょうかいやー、もがみはね、あの、本当に日本館なのでね、ぜひ、あの、買ってみてください。アートコインでもね、あの、500アートコインぐらいなのでね、非常に安く買えますしね。まあ、あれ、おすすめの船だと思います。で、まあ、アップデによってね、あの、魚雷が増えたのでね、あの、 火力も、まあ、あ,のある程度出るようにはなりましたし、あと防空はね、あのちょっとあの弱いのか強いのかわからないぐらいですけど、あの自動看護は、ね、あの優秀で、あと防空はね、あの物足りないって方は、えー、と普通にね、HPJ を、ね、あの積んでくるとまあいいでしょう。 ということで、今回の動画は終わります。よかったらねあの、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画は終わります。バイバイ。